はい、じゃあやっていきましょう。ここかな。はい、はい、森田って言います。情報屋、あ、タブラの仲間。なるほどなるほど、はい、行方わかんないな。いやあ、そう。はい、昨夜さん、ちゃんち、ホムラさん、みつきさん、いらっしゃい。天のビルはどこ。はい、うん、自動公園の目の前、16ビット。はい、であと他にも情報聞いておこうか。カズキはどこ行った。その手の情報はない。了解。大悟、じゃあ見た。はい、うん、そういや見かけない。なんかあった。あ、オッケー。じゃあとりあえずその自動公園の前の天のビルへ向かいましょう。ハイビルなんだね。いやー絶対やばいじゃん。そんなとこで集まるわけがない。絶対罠なんだもんね。危ないやん。ここか。これが天のビルだね。このようだが。え？鍵が閉まってる。じゃあダメじゃん。おい。16ビット。あ、はい。何のようだ。やっちまえ。やべえ。なんか喧嘩売られた。ということで、父兄と一緒に、父兄のお姉さんと戦います、一緒に。チーム16ビット。16ビットって。あ、痛い。この野郎。危ない危ない。うん、バキッといった。あー、グロい。いや、グロいよ。はい、ピピさんいらっしゃい。飯をします。はい、また遊びに来てくださいね。ただ殴るという、暴力行為ですよね。バット使っちゃってんの。はい。一体どうなってるんだ。俺らの味とだった。ほう。変な言葉喋る奴が現れて、お前らあいつらの仲間じゃねえのか。うん。ところで、この鍵は、この鍵、声はない。リーダーどこにいんの。薬局の近くの路地裏。会ってみりゃわかるぜ。行ってみましょう。はあ、この薬局、ここら辺じゃない？薬局、あ、こっちか。あったあったあった。ついに竜開けました。はい、やっていきましょうか。ということでね。そう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 。ワンはもうすでに別の動画としてだけ出してますんで。それはご覧くださいと。薬局の裏とかにいるっていうのはちょっとやだな。なんか、思わせぶりな感じで。だいたい路地裏とかそういうハイビルとかってさ、もう、やばい匂いしかしないじゃん。基本的に。なるならさんいらっしゃい。ゆっくりしててね。ここかな。このまますぐ行けば多分。あ、なに、そんな苦労するような場所にあんの。ちょっとやだね、そしたら。まあまあ、もうすぐだから多分。やべやべやべ、カオロさん普通に置いてきちゃった俺。まあいいや。そろそろじゃないっていう。この薬、これが薬局だ、多分。だからこの裏とか、ああ、ここじゃん、ここ。うん。あ、いた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 。うん。いるじゃん、こいつじゃね。すいません、お話を。うん。リーダー、こいつか。え。お前、16ビットのリーダー。お前か。すごいな、このクソガキ、ゲームばっかして頭悪くなるわよ。ああ。楽しくゲームしてんだから、話しかけんなって言ってんだろ。まさかのゲーマーなの。おーおーおー、これ。相手になってやるぜ。その前にちょっと待て。兄貴？へえ。あ、来た、ほんとだ。こっちだよ、と。ごめんなさい。16ビットってゲームの16ビットか。16ビット無の兄弟。やべえ、バットへし折るぐらいまでやっちゃったんだけど。うーしゃー。無能のパシリ。なしのかな、どうしたんだろう。兄を先にやっつけちゃえ。そういうことだよね、多分。16ビットゲーム機みたいな。16ビットっていつのやつよっていう。おお、すげえ。協力プレイができるんだね、しっかりと。キルさん力任せにただ攻撃を。パシリなんざお前なんかめっちゃ人来てる。弟ごめん、これ弟やっつけない限りずっと出てくるパターンか、これ。なんでこんなゲーマーにパシリが多いの。まあ、ゲーマーをバカにしてるつもりはないけどさ、パシリすげえいる。
うーしゃー。そんななんか、弟自身は強くなさそう。変なジャンプしちゃった。ういっ。パンチだって2回でやっちゃうもんね、これ。あ、なるほどね。音を倒さずにパシリ倒して経験値。そりゃいいね。うい壊れるまでに。あーっとー倒した。あとちょっとか。なんか後ろのやつまでやられちゃったんだけど。めっちゃいるじゃん、ちょっと。うーれや投げるだけでこれ十分ダメージいくんだね、これ。三人倒した、今の殴りで。もう一人、あー。やっつけちゃえ。うーしゃー。え、佐山薫どこ行った？あんなとこにいる。お、すげえ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 。助ける。よいしょー。すげえすげえすげえ、協力プレイ。うん。ずっと抑えててくれてたのね、俺がとどめ刺すまで。やってくれるじゃない。確かに経験値溜まったね。うい、倒したぞ。鍵を渡せ。コンティニューだ！バーが言ってないでさっさと鍵を渡しなさい。ゲームに人生にコンティニューなんてねえのさ。かっこ悪すぎるでしょ。何がコンティニューだだよ。さあ、鍵手に入ったんでちょっと急ぎましょうか。音声大丈夫だよ。残ってるよね。時々なんか消えちゃうんだよね、声が。申し訳ない。ちょっと遠いんだよな、これ。ちょっと。ボルケーノはパチンコですもんね。スルーしましょう。劇場前広場。鬼畜、結構大変だね。5時間数学ってのもなかなかハードだね。俺数学苦手だからな。特になんか大変だろうなってのはわかるんだけど。いやー、お疲れ。てか今復習やってるってことかな、おそらくは。そんなにだから頑張ってるんだね。身になるとは思うけど、やっぱしんどいだろうね。気持ちは、うん。察するよ。この鍵で中に入れるってことだね。入ろう。鍵を開けた。よし。あ、じゃあ行ってきましょう。なるほど、なるほど。お、なんだ、いきなりか？大悟を探せ。算数をすればいい。なるほど。お！に、あぶねえ！黒装束の男。今当たったら危なかっただろう。反応できてよかったわ。算数なの？って言って、まさかの算数。おい、なんだ、こいつ強えぞ。あべ、ピヨった。マジか。キリュウさんがピヨるなんてことあるのか。よっしゃ。掴んじゃえばいいと。うー、グロ。おお、すげえ。なるほど、次の道が開かれると。まあ、その前にちょっとせっかくなんでこれ持ってこうか。バール。人そろそろ出てきそうだよね。ちょっと怖いけど。キリュウさんバール持ってたら超怖いよな。え、なんか置いてね、今の。ちょっとここ、え、なにこれ。あ、回復か。需要競争、あざす。で、戻って、さっきどっか開いたよね。見過ごしたんだけど。なんだなんだなんだ今。ここじゃないもんね、だって。どこだろう。戻ろうか。何もなかったよね。あれ？今何が起きたの？一瞬。よくわかんなかったな。あ、2回行けばいいのか。なるほど、ここには何もなかったってことだね。謎の外国人 A。バールで殴るよと。音がグロいんだけど。バールの音がやばいな。ドスって言ってるもんだって。いって銃てめえ銃にはただ投げる。お前銃はずるいぞ。ドスっとね。ちょっと、はい。うーい、もうおらい。あ、え、なに？オート拳銃撃てんのこれ。あ、
あ、なるほど。たまに限界はあると、ちなみに。なんかねえかな、さっきなんか結構武器とか落ちてたよね。はん、あ、これじゃない。鉄板はいいわ。これこれこれ。粉砕用ハンマー。キルさんに獲物持たせるとどうなるかはね、みんなに、ちょっとし。うん。殴る分にはいいんだ。あ、アイテムあるじゃん。気分爽快。上か、これ。粉砕用ハンマーを持ったキリュウさん怖いよ。ここかな？このまま、あ、いた、いるね。外、謎の外国人 L。痛い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 わ。あ、やばい、銃はちょっとダメだよ。ショットガン持ってんじゃねえか、あいつ。ショットガンはダメダメダメ。ダメだよ、そんな危ないもん持ってちゃ。俺が使うんだ。バッカ野郎、そんなもん使いやがって。外しちゃった？こんなゾンビゲーじゃないんだから。もうやっつけたね。よし、行こう。あー、なるほど。スター、他のスターって物を直、道具を直すや、そんなことができるんだね。今、エライブ着手に入れちゃったけど。飛び道具はダメでしょ。あれでも出てこないな、敵。そ、あー、出てきた。出た、黒装束のとこ。でも大丈夫。今の俺には最強の武器がある。死ぬんじゃねえか、これ。よっしゃーい。よく生きてたよ。あー、危ない。落ちる落ちる。あー。俺、シーラね。お、今度はなんか外国人というかクミーンが来たな。外国人でした。わたーって言ったけど。ちょっと、あ、登っておいで。あ、おいで。せいよー。お、音がグロいな、さっきから。骨が砕ける音なんだもんよ。あー、何かこれ入ってんじゃない？中に。あ、そういうわけじゃない、これ。搬送木箱。機械か何かか。そうだよね。なんかこう、じゃないと、なんか納得、話に、状況が変だもんね、それ。うわぁ！うわぁ！木箱で殴る。あ、なんか木箱壊したらさらになんかこう、鉄板が、鉄板じゃない、階段板。これはまた別のやつだ。なんかまた持ってんぞ、こいつ。インパクトがすごい。なんか落とした？あ、何も持ってなかったか。なんか持ってるように見えたんだけど。これ落とすことできないかな、この階段から。無理か、それは。危ねえ。うわー、トゥー！よいしょー。はい、上登る。危ない危ない危ない。バカバカバカ。危ないでしょー。落とす。落とせ。本当に落ちてった。落とせるんだね。よいしょ。ほい。それ四角で殴りまくってる？それ四角で、うん。基本四角三角でやってます。うわら！四角三角でやってる。うん。うわぁ！俺にバットを持たせるとどうなるか。銃はダメ！銃はダメ！銃はダメ！危ない危ない危ない！固定アングルの四角、あ、どうだっただろう？ちょっと見てなかった、あんまり。あー、銃どっか行っちゃった。固定アングル。よいしょ。瓦礫ゲット。そして、はい。アイテムがいっぱい。よし。あ、能力強化。あー、使おっかなー。おい。じゃ、まず、新。あ、選べるんだ。一つ目、二つ目で。やばい。よいしょ、レベルアップ。で、それでアイテム回復します。写経おにぎり使います。よーし。誰か来るな。お、また危ない！ゴー！黒装束お前またか。あ、やべ、投げちゃった。うーらー普通にな、やっちゃうっていうね。うわー
よいしょっとー、これで全部か。片付けさせてもらったぜ。もういないんじゃねえか多分。エグザイル厚し系、厚し系が喧嘩売ってくるのね。それちょっとやだな。なんとなく嫌だ。ここをも、ここで曲がって、あ、ここだ！見つけた。なんとか到着。そろそろ、屋上まで来ました。おう、あ、いる！あれ？あれ？なんでこの二人がいんの？え、違う！え？え？え？あれ？なんかおかしくね？え？伊達さん。和樹が二人いる。キリュウか？あのキリュウ。え？おか、え、え、え、キリュウさん。ここ面白いよ。はまあ、ストーリー見たらわかるよ。あ、どういうこと？キリュウさんマジでびっくりしてるじゃん。俺にも説明がつかねえ。カズキを追ってきたらこの二人が立っていた。本当だ。なんで？私が本物です。こいつらに監禁され気づいたらここにいたんだ。デタラメを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここへ来た？午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。ああ、そう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 。なんだと？やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。おい、バカバカバカ、何の真似ですか。俺たち三人をここにおびき出したのは偽物の方だ。うん、そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。デカをなめんじゃねえ。なりはそっくりに真似られても、うん、声だけはどうにもならねえんだ。ほう、店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだよ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した。何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書き書いたのは誰だ。やめろ。あら、また俺の前で人を殺すのか。勘違いすんな誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ。勘だよ。いやいや、ダメだよ。あんたは刑事の勘で人を撃つのか。刑事の勘なんて甘っちょるもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺には分かるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。来んな。おお、河原さん、本物。やっぱりそうじゃん、言う通りで。キリュウ。誰？昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ？死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっとわかったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと？どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。やなやつ。まだ待て、迷わな。伊達さん迷っちゃダメだよ。そこ額かい。シッパー4キロ違う。え？おお。ああ、いいとこに来てくれた。下から駆けつけたのよ。いやー、助かった。日本語じゃねえな、今のは。やっちゃったんだ。逃げるぞ。どうして逃げるの？これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。おお。すごいね、判断が。ええー。やっぱり外国マフィアが関係してるってわけだ。鬼ごっこ開始。ええー、マジか。やばいな。覚悟しとかないと。そしたら難しいよ。分かった、頑張る。はい。
出た。第7章、海外組織の影。ああ、そうですね。早く治療しなきゃ。うん。医者がいる。とにかく急いで連れて行こう。うん。それは分かってるわ。どうすんのこれ。うん。私に考えがある。ほう。なるほど。なるべく時間稼ぐが、その間あなた反対方向から逃げて。わかった。太平通りの西にあるビル。オッケー、そこへ逃げればいいんだっけ？神宮飯って韓国だっけ？なんだっけ？覚えてんない。急ごう、はい。こっちか、あい。あーって急いでダッシュして。あ、まずい。別の方向から行こう。こっちから行けないわけだ。反対側。よし。危ねえ、警察の車。あ。いやー、ちょっと飲みすぎちゃってさーっていう。じゃあ気をつけて。あ、すいませんね。危なかったー。急げ。あ、やばい、また。おい。他の道から行こう。わかりました。こっちだ。こっちじゃダメな。こっちか、じゃあ。あー、また警察の人。うん。飲みすぎちゃって。うん。間違いない。そうなんですよ。血見られたら最悪だよ。どこどこどこ？どう行きゃいいのこれ。こっちか。ここか。なるほどね。向きが違ったんだね。気をつけ、やばい、警察の人、あーは、ちょっと飲みすぎちまって。ちょっと待て。しまった。リトライ。あー、なるほどね。はいはいはい。3回見つかったらアウトなんだね。はい。まあ、それが分かっただけ、十分。やべ。バレた。はい、すいません。うん。2回目はちょっと無駄にしちゃったね。やばいやばいやばい。あ、危ない危ない。警察いた。あー、道違う。あー、くそ！あれなんで今、行こうとしたのに。やだやだやだ。あー。やばいやばい。あ、くそ。ずりー。これ難しいな。路地だ、だから、路地裏？ここでしょ？いや、なんかわかんないけど行けなかったんだよ。さっきからずっとなんか。やばい、警察官。あー、後ろ回れば、後ろ走ればいいんだ。この裏を。あー、いるじゃん、バカ。あー、はい、ちょっとこれ少し黙った方がいいかもしれん。やばいやばいやばい、バレる。よしよしよし、まず一つ目クリア。はい、次ー。なんかメタルギア的な感じのもあるんだね。おーし、よし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 、いいぞいいぞ。やべー、逃げろー。やばいだー、逃げろ。しまったしまった。よー、直線で行くぞー。やばい！ああ、これで1回目だ。はい。うん。すいません。うん。じゃあ気をつけて。あざーす。よし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 。もうすぐもうすぐ。いや、いるいるいる。ああ、まずい。こうだ。よーし、行った。オッケー。早く早く。よーし、間に合った。イェイ。そんなにやり直さなくて済んだ。ん？大怪我をしてる。頼む。珍しい。カロさん。はい。それにお前行けた、よかったよ。至急治療してほしいんだ。どうしたんだ、その話。終了まであと5分になりました。そっちの方が重傷を負ってる。何をやらかした？銃で撃たれた。うん。ん？この男確か、カムロ町で有名なホストじゃないか。そう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 。早く処置しなければ危険だ。おい、手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのなら、あんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。察しよくて助かるね。わかった。河原さん大丈夫なの？ほっといて。まだ状況が把握できない。まあ、確かに。お互いの情報を整理しよう。うん。さすが神室町の医者、笑。
セレナに行けばいいな。うん、はい。今俺、そう、さっきの女がアジト代わりに使ってる。スターダストの近すぎる。ああ、そうなんだ。終了まであと4分になりました。スターダストは絶対行けないから、じゃあバンダム行こう。バンタム。バッカスって言った方が通じる。ほう。名前変わったんだ。なるほどね。あの店やったなと。しかし、カズキは二人。ちょっと気になるね。変装かなんかかな、多分。ああ、店長になったから、店を守れるだろうと。お、ゆうや、やべえ、来ちゃった。うん。怪我したオーナーらしい人が。何があったんですか。いかずきさんの容体はやべえ。手術中だ。銃で撃たれてる。行っちゃったよ。それは、正直に話した方がいいんじゃないか、それ。うん。どこにいるんですか。ぶっ飛ばしてきますよ。やめといた方がいいって。うん。みんなには見えていないコメントだよ。そうそうそう。うん。そんなお前がここで取り乱してどうする。冷静に行こうよ。うん。韓国は得意の成果たちじゃね。整形。はあ、なるほどね。それなら納得がいくかも。無意識のうちにカズキが耐えてた。うん。しっかりしてくれ。うん。後で真実を話そう。バンタム。そんな機動戦士バンタムみたいな。それ違うか。適当に言っちゃってます。バンダイ。バンダイ？そっちか。やっべ。おーいって喧嘩売られてる。急いで逃げよう。喧嘩売られるのな、めんどくさいからね。終了まであと2分になりました。ここを曲がって体力は大丈夫。あ、レベルアップしとこう。今度はどうしよっかな。じゃあ技、はい。あ、どうしよう。えら、一種類だけか。はい。バンダイガンダムバンタム。バンダイガンダムバンタム。なるほど、レベルアップ。どうしようか。時間的にあれだから次枠行こうか。ここでなんかこうなんかムービー入っちゃったら一番嫌だし。ちょっとラーメン食わせて。ダメだ。ここら辺なんかちょっと体力回復する的なところねえのっていう。情けだね。全部しとくかと思ってた。全部しとく？どういうこと？はあ、ん？そういうのあんのかよくわかんねえんだよな。適当にやっちゃったから。終了まであと1分になりました。まあいいや、なんとかなるでしょう。はい、というわけでじゃあ次回へ行きます。ちょっと早めに枠取り蹴って、じゃあ次行きます。切ってだね、失礼。おーっと、しかしちゃんと意外と、おーしゃしゃしゃ、とりあえず平面、いやおーまだだ、よしゃ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 、はいやー、えいやー、何かできないの、無視とかそういう。あ、武器だ、武器なしだ。オッケー。うわー、はいやー、飛べ巻き場を、よいしょ、オッケー、いったぞ、おらー、この野郎、パンチ。